見れば見るほどカヨチン可愛いなと思って。ただあのカヨチニストこと、あの島崎信長っていうのがね、カヨ花よとか恋ずみ言った瞬間に何ですかって言ったら、ファミコン探偵クラブの真犯人みたいに影がねニューって伸びてくるんだよ。あの人かっこいいんだから、もうちょい、もうちょい隠した方がいいと思う。あんなにブレイクしてるのに人柄が変わらないのよ。昔からあんな明るくて、ああいうかっこいい感じなのって、いや、ああじゃないんだって。あれは人前に出てる時なんだよっていう。だって信長くん普通になんかあの、なんかあの、なんだ、イケメン特集みたいなさ、あのコンビニで売ってるやつとかにね、あのジュノンとか、あとなんだっけな、キャンキャンだっけ、あれの特集で載ってたよ、ケンちゃん。すげえな、すごい。ケンちゃんと信長じゃねえかって。もう二人とも確かに同行したイケメンだけど。まあね、いやすごいなと思って。やっぱ知ってる人がなんかパッて映るとなんかちょっとドキッとするよね。まあ前言ったじゃん、だって。俺あの EX 大衆とか大好きでさ、たまにコンビニで思いつきで買うんだけどさ。もう昔の EX 大衆ですよ。そしたらなんか急に美人声優特集とかってページに行っちゃうから、あーってなって。こらーってなって。あれラキスタ声優がみんないるのにどうして森そばだけいないの？やめろーやめろそれじゃダメだよ、やめろ。スパローラジオで聞いたのよ、森そばに。ああ、そういう取材って、あの、事務所とかにまとめてくるんで、私のところまでは来なかったんですよ。ちょっと悲しいからやめてー、やめてーっていうね。俺は森そばさん好きですよ。言ってやれ、もっと言ってやれ。最近極まってきて、スパロボラジオでついに結婚相手募集し始めた。おいおいマジかよ。変なインフレが起き始めてるよ、それ結構応募来るじゃないですか。どうなんだろうね。なんか手に職持ってる人がいいって言ってた。安定を求めちゃってるじゃん。マジかよ。はい、というわけで。